えー、今回はですね。まあここに書いてありますけどもまあ、ヤファへのね。ま例、あ、と力を求めようってことですね。まあ、これはやっぱりね。あのー、まあ、特にその武道とかをやってた方はわかると思うんですけどもまあ、オスのね。精神でなんとか乗り切ろうとする傾向が確かにあります。で、自分もやっぱり空手やってただけに。まあ人一倍ね。あの耐え忍んでまあ、や,らやらねばならないっていうようなね。教え方をされてきました。 でもやっぱり霊者にはは人間はなわなないってことなんですねだからもうねもうヤファへの力を借りるしかないってことなんですだからもう遠慮なくねヤファへの霊と力をね、まあ、求めようと自分はねもう決めてますで実際今日もまあちょっとね、まあ、自分だいぶ前に言いましたけどちょっとねあの、まあ、薬飲んでるせいもあってねちょっと一部ちょっとパニック障害的なところがあるんですねまあ不神経症っていうんですかね まあそれで、ねまあ本当にねちょっと今日かなりまあ出そうになった時に、まあ、真剣にねヤファエにやっぱり求めました助けをね、まあ本当にねその時のプレイヤーが一番ねあのある意味すごいあの力のこもった自分のプレイヤーだったんじゃないかなと思いますね本当にねもう切羽詰まってたんででもおかげでねおかげさまでなんとかね無事それをなんとか乗り越えることができてまあ 無事ね。あのー、今日1日終えることができたっていうのはこれはね絶対ね。ヤファンへのおかげだと思ってます。ですからね。もうヤファヤの霊とね。力をね。もう本当にね。求めるように、あのー、自分は決めてます。いつもね。あのー、力を与えてほしいっていうことと。まあ例をね。与えてほしいっていうことをいつもね。プレイヤーでやっぱり祈ってます。まあ、あのー、時間があればね。やっぱりまあ、試練にね。合わないようにっていうこと,と。とまあ、やっぱり。 悪いものからね守っていただくっていうことと合わせてね霊とその力をね求めるようにしてます。本当にねあのー、人間のね力でなんとかなるってことではないんですね。もうやっぱりうんあのー、霊者には人間は叶えないってことですね。だから本当にねもう遠慮なくねもうヤファエの霊と力をねまあ、求めようと自分はもう決めてます。ねとにかくプレイヤーも真剣にねあのー、するようにしています。 ですからもう今後も,、ねあのー、もう遠慮なく自分はそのヤファエの霊と力を、ね、もう求めようと,求めようともう決めてますのでもう皆さんも、ねあのー、しっかりとヤファエのもう霊と、ねまあ、その力を、ね、与えてくだされるように。 ぜひね。プレイヤーをしていただければと思いますね。あの、本当に自分はもうね。今日そのプレイヤーしたことによって、なんとか乗り切れたとあの考えてますので、今後もね。ほんと遠慮なくあの求めようと思ってます。当然、あの自分としても人格形成のね。方とか。まあ本当に神の物差しにね。添えるように。 またちょっと忠誠心をねあのしっかりやって謙虚にやっていきたいと思ってますけども本当にねあの力を求めると同時に自分自身の、ね、人格形成もしっかりやっていきたいと考えてます、まあ、とにかくねあの皆さんもあの本当にねしっかりとあのそういったようなねあのプレーヤーしていただければなと思いますね,ね今回は以上ですありがとうございました